皆さんこんこにちはのカレーです今日は視聴者様に謝罪をしたいと思って急遽この動画をどこの動画を撮影していますでまあ何があったか簡単に説明しますと今日8月19日に生配信をやっていたんですけどその生配信でスマート、まあ、僕スマートフォンで生配信をしているんですけどそのスマートフォンがちょっと不具合,不,不,具合不具合が発生してしまい,しま,いまして生配信が何回も落ちてしまうという。 ことになってししままいました当時見てた視聴者様には本当に申し訳なく思っていますこの度は視聴者様の皆さん,んご迷惑をかけてしまい本当に申し訳ございませんでした、まあ、活動休止、まあ来週,に来週も一回生配信をするんですけど来週は活動休止最後の生配信をしたい したいいと思っているんですけど次からはこのようなことは二度と起こらないようにちゃんと機械のスマートフォンの確認,も確認をしてあの視聴者さんに見やすい生配信にしていきたいなと思います改めて当時生配信を見ていた視聴者様には本当にご迷惑をおかけしてしまい誠に申し訳ございませんでした。